ックプール的にはマエステルを潰した上でカイとか、それからまあ難しいですよね、僕ちょっとゴールキーパーとしてはアイミーとかを取りたいところではあるんですが、鬼の村との相性はあんまり良くないので、うん、何を抑えていくのかっていうのは多分オメガストライガーズ側としては重要な点にはなってきますね。なるほど。さあということで、この注目の対戦カードを見てまいりましょう。お願いいたします。さあこれセビ選手が何を取るかにかかっていますよね。うん、おっとこれ番が見えているのはルナですか、デッドアイか何かが出ているのか、ちょっとそのあたり、そうデッドアイとか出ているとですね、はい、あの TI 選手のピックプールの中にルナ入っているのでこれ危ないんですよねというところで抑えていきました。さあそしてチームオメガストライカーズ側は番は下位に咲きました。フローラルスとか何か出ていたんでしょうかね、うん、そうするとやはりセビ選手出してきますよね、エステル。これ抑えきれるかどうか、これチームオメガストライカーズ側は TIA 選手とケツマソ選手がどれだけこのセビ選手の攻撃を抑えられるかにかなりかかってきますね。はい、さあということで見てまいりましょう。 A ブロック準決勝、ブルーサイド 26B VS レッドサイドオメガストライカーズの試合です。ヨウニセ選手、今度はジュリエット見せてきますか。ちょっと鬼の村ではねジュリエット結構難しいと思うんですけれども、うん、初期覚醒商品ファイターですか。うわー出ますか、商品ファイターと普及の創造主、普及の創造主なので、うん、今回はティアイン選手ちょっと相性が難しいとされていたアイミーゴールキーパー出してきますね。はい、さあここはうまくセビ、ね、うん、フォアに対してメインアビリティを打つことで得点を決めていきます。これは完全に積みのセットアップですね。そうですね、正面に返しても、まあ、すぐに、ユーヤ選手の手元にコアが来るようなセットアップでしたね。セビ選手本当に素晴らしい。さあまずは1枚バリアを割っていったのは 26B。 さあ上方向はどうでしょう、ある程度ギブするような形でしょうか。さあ宮崎ユーヤ、テッコアが渡った、ここはファイアウォルタレットまで使って TI はこのゴールを守ることができています。上方向縦ドリブル、ここをヨウニセうまくサブメインで止めていく、相手にプレッシャーかけていきますね。さあケツマスはドリブル、ドリブル、ユーヤへメインアビリティ当てながらスキル重ねられて少し苦しいが、ここは天空からの介入、宮崎ユーヤは体力を安全圏まで戻していきます。セビのアプローチに対してもティアインうまく M1 で反応しています。さあサブメイン狙っていきますが、宮崎ユーヤここはどうにか耐えている、体力状況はかなり苦しい、上に特殊アビリティもないため耐えるのは難しいがどうでしょう。さあケツマスはエネルギーバーストがある、宮崎ユーヤは体力割れた状態でどこまで立ち回りきれるか、セビはどうでしょう、体力を持ち直すまでの、うん、時間を作りたい、エネルギーバースト、最後はティアインサイバーストライプ合わせて人数有利が逃げれているのは26B どっかり、うん、素晴らしいワープレーですね。さあここは早めにサバビリティ効いてエネルギーバーストがあるのはどっかり正面、ここはセントリードローン使ってケツマスはコアの展開を握っていきたいか、サイバースワイプ合わせてコア加速させていく、こぼれたコアどうにかバリア割れそうでした。いや最後はペンデラムスイング、回避を切ってはいましたがゴールは守りきれなかった、お互いバリア状況ない中、ここからノーガードどれだけリリードを逃げれるか、エネルギーバーストに対してはローズアップ反応しているのはセビ選手。さあどっかり正面の押し合いはやはり強いか、トラスエネルギーバースト、宮崎上つながるコアはグリッチポップ読みは冴えている、縦方向ドリブル、ケツマスをうまくライフグリップで駆けつけている、デフタッチからペンテラマスイング合わせましたが距離が足りなかった、 TI は まだこのゴールが守りきれている、届いた、いやー上方向シュートコースまで読めていた TI だったが、あと一歩あと一歩グリッチポップが届かなかった、2ラウンド練習は 26B、 もう少し自陣代わり展開できていればというシーンでしたね。いいさあまずは開幕しっとりと1枚、ここはペンデラムスイング合わせて宮崎ウェアも1枚割り返していきます。上方向のコア展開に対してはいやうまくサーバーアビリティで、うん、デスタッチでゴールは先に割ったのはブルーサイド。さあどっかり下方向のコアクリアに対しては正面待つのはケツマソ、ヨウニセ間に体を入れて上方向のクリアに対してはティアイン、エネルギーバースト、ここは冷静に切っていきます。正面ヨウニセ待っていますがどっかりは左方向コアをクリアすることに成功している、体力状況苦しいのは宮崎優也だがそれでも前で立ち回りティアインへスタンを重ねていく、これは M1 届かなかった、通常攻撃あと少し届かず、第1セット獲得したのは 26B。
ウッカリ選手良かったですね。バリアがあるというところでアトラスとしてはやや苦手な前目に出るという動きしっかりとできていました。さあセットが MVP 取得できたのはセビ選手、うん、セビ選手何を取っていくか。今回サブスキルメインで取っていきたくはありますよね。そうですよね、クロノプースとかツインドライブでエステルの得意な部分を押し付ける形にしていきました。そして対するティアイン選手はミサイル推進力、まあ、もちろんあのメインスキルの攻撃力のところ補填した形になるでしょうか。商品ファイターを抑えていますからね。そして、うん、どっかり選手からの取り上げにもつながりますね。これはなるほど。気になるのはどうでしょう、ジュリエットにワンツーパンチ入りましたが鬼の村なのでそこまで、いやそんなことはなかった。しかしですよ、サーブメインです。しっかりと K を取っていくのようにせ、体力状況苦しいがここはどう立ち回るでしょう。ライフグリップで体力少し回復しつつ、ここまから TI も攻め加わってくるか。セビ選手いいバックステップ素晴らしいですね、うん、ただ宮崎優也 K をタイマーを時間稼ぎ切ることができているのはブルーサイド。セビへ渡るコアは TI、 サイバースワイプで前出ることによってうまく介入を行っていきます。セビ選手のクリアコースを読んだケツマソのサーバビリティ。さあ正面後打ちを制したのは TI ですが、少し守りにほころびが出たところを見逃さず宮崎優也はバリアを割っていきます。ペンデルムスイング、ケツマソにコアコントロールを逃げらせたくないか。さあ、あメインアビリティからヨニセ特殊合わせていきましたが、まだこのゴールを守れている。エネルギーバスト、うん、ギリギリまで待った。さあセビエ渡るコア、いやバースト切らない、うん、バストエネルギーバスト、ここで切って正面止めたが、最後はワンツーパンチ、加速したコアはそのままブルーサイドのゴールへと吸い込まれていきました。第2セット先制点獲得したのはオメガストライカーズ。バースト結末選手、ミセン選手よく我慢しましたね。バリア割るのに使ってもよかったんですが、うん、ギリギリまで耐えました。そして TI 選手今の守りますか。そうですね、いいコース、ね、上方向へとコアをリダイレクトしてゴールは守りきれている。さあここからどう攻めを展開していくか。どっかりはサバアビリティコズミックエクスパンスを使ってまずは1枚ゴールは守りきれている。さあセビエ繋いで、さてドリブル、ここはケツマスの声になるか。いやここにヘイストで走り込んでくるのは宮崎優也。方向ドリブルから相手の動きを見定める。後打ちを制してケツマスをコアのリードを握れるか。どっかりはまだスキルがあるためこのゴールは安全に守れそうか。エネルギーバスト難しい、コズミックエクスパンスギリギリまで待った、うん、いいですね。さあ下方向のコアに対してはうまくメインアビリティを合わせてゴールは守りきれるか。デスタッチから加速したコア後方こぼれてしまいましたが、この位置をセビ合わせていたがようにせメインアビリティでうまくセビを突破してバリアを先に割ったのはレッドサイド。さあユーヤ選手削られきっていますがバーストを吐きたくないですよね。うん、TI エネルギーバスト、うん、ユーヤ M1 で止めて最後は、浮いたコアエネルギーバストで拾っていく。ここからレッドサイドカウンターの動きへつなげられるか。ようにせいい位置にいる TI もブリックで攻め加わった。上方向は読んでいる、うん、しかしトップで守り切ったがスキル枯渇させて最後は下方向悠々自適なシュートが入りました。宮崎優也1点返してラウンドカウントは1対1。鬼の村だとこれが苦しいんですよね、アイミーゴールキーパー。そうですね、ハイバースパイクで前に出た後にまあファイアウォールの見張り板展開したいんですけれども、それをしてしまうとスキルが2枚落ちてしまうので、この試合展開が早くなる鬼の村では結構苦しいんですよね。さあ、難しいワンシーンでしたが、ここはケツマス冷静に通常攻撃のみで上方向のバリアが守れています。さあどっかりから下方向ドリブルを行って攻め繋いでいきたい。上方向守るのはケツマスを、プロキシミティドローンもあってうまくゴールは守りきれている。うん、難しいピアシングショット入りましたが M1 は間に合っていた。さあここは後調整したのは宮崎優也、先にバリアを割ったのはオメガストライカーズ。ようにせいいアプローチでしたが、どっかりはあえて半身前に出ることによってこのゴールバリアが守れている。下方向ドリブルセビエつながる、エネルギーバーストは切らない。ここは TI が触れるという冷静な判断でした。セントリードローンデスタッチ加速したコア、いや素晴らしい、最後はデスタッチ、あくまでこのラスマスを中心に起点に展開が作れているのは 26B。 ラウンドカウントは2対1、このまま第2セットまで取ってしまうのか。したね、うん、そうですね。さあ TI 前へ出てどっかりの守るバリアをまず1枚割ることに成功しました。上方向のバリアはある程度捨てたからしか、エネルギーバスト上方向クリア、宮崎優也の触れない位置へコアを逃がしていきたい、うん、ここも守りきれている。宮崎優也冷静に M1 温存しているタイミング、ここはサイバースワイプでコアを奪い去りたいか。さあセビのいいアプローチも入りましたが、 TI はあくまで通常攻撃のみでこのゴールが守りきれている。エネルギーバーストがあるケツマス
さあ最後は4位成立つないでスタンから当ててどうだ、うん、セビのポジションも素晴らしかったためここのゴールを守りきるのは、手元に来るんだ難しかった。最後はケツマソのバックアップ、フォアの流れる位置を冷静に読んだ4人制のサブアビリティが刺さってラウンドカウントは2対2。さあこのセットはどちらの手に渡るかまだ分からない。さあ開幕はサイバースワイプからまず1枚、このまま流れを奪い去ってしまいたいのはオメガストライカーズ。ユウヤも返して1枚、うん、難しいワンシーンだが今度は先に M を振ることによってこのゴールが守れている。おっと難しいがグリスポップこれは止めた、ね、エネルギーバーストケツマソいって届かず2セット練習を成功させたのは 26B。 さあセットか MVP エステルに変わりまして時点で取ったのは宮崎優也選手。さあ暴れ回る取得できていますからその後やはり相性の良いサイズ系覚醒別格取りに行きますよね。そうですね、うん、そしてティーアイン選手なんですがやはりエステルが対面にいるというところでサブスキル特にツインドライブ取得していますから空中技絶対に取りに行かなければいけませんね。そういう意味では早めの段階で取りに行けたのは良かったでしょう。そして続くケツマソ選手はスパーク覚醒、まあそうですよね、最後のキャストとかも欲しいとは思うんですけれどもやはり今後のことを考えるのであればスパーク収束回転率を上げることに回転率の方を取りに行きましたね。セビおお素晴らしい素晴らしいパフォーマンス。最後はそのまま宮崎優也へつないでブルーサイドこの2ライン完璧な連携を見せている。セビ選手開幕から見せてきますね。いいパフォーマンスですね。さあ今度はレッドサイドがいいコアの展開を握れているかケツマソこれは下方向へリダイレクトすることによってセビにコアを触らせたくないか。上方向を逃がしたのはティアイン。ここは宮崎優也が先に触れるコアだがレッドサイドもバックパスから4人制つないで反応できていたがどっかりここはコズミックエクスパンスでゴールが守れた。難しそうなコアに対しては早めにファイアウォールタレットを吐くことによってゴール守りきって、蘇生は間に合っていた。あっとティアインここに来て少しリダイレクトする方向に誤りがあったか。さあ宮崎優也へ渡ったコアエネルギーバーストはまだ温存する。さあここは上方向ピアシングショットを合わせていきますがここはケツマソそして逃がしたコアそのまま自ら拾いに行くティアイン特殊アビリティによる KO が入った。さあシュートが決まりそうだがここはセビ守りきれている。エネルギーバーストこれは守れるか守れないピアシングショット反応はできていたが少しタイミングが合わなかった。いやじわじわと陽二世選手パワー系の覚醒は順調に取れていますから、この辺り気をつけないといけないですね。そうですね。おっとさあ今度のセットはレッドサイド流れるようにバリアを2枚割った陽二世アプローチに対してはコズミックエクスパンスを使うことによってゴールは守りきったティアイン絶妙なコアでしたがここも冷静に通常攻撃でさばききります。下方向こぼれたコアペンデラムスイング素晴らしい位置へスイートスポットを絡めて当てていく。さあここはヘスト使ってケツバスを前へ上がってくる4人生エネルギーバーストがあるがどうだ、ここは早めにエネルギーバーストを切ったのは宮崎優也。さあ4人生はどのタイミングでエネルギーバーストを切るか切ったが正面ここはコズミックエクスパンスケツバスへ渡るコアどうだ TI から繋いでここはピアシングショットインターセプト4人生 K を見ているがここはどうにか土俵際1ミリ耐えている。さあアセントリードローンと合わせて宮崎優也の体力を削っていきたい KO 寄ったタイミング見逃さない TI の上方向クリアも見定めたピアシングショットラウンドカウントは2対1マッチポイント到達は 26B。 最初の得点と全く同じように積みの盤面でしたね。宮崎優也選手がウィップラッシュ展開してうわーっとここはピアシングショットから2枚割りこれはエネルギーバスト下方向ドリブル宮崎優也が後方に控える。ここは4人制慌てて相手に体を入れることによってゴールは守りきった。さあ縦ドリブルケツマソ間へ体を介入していきたいんですがセビが抜けない。さあ抜いたしかし後方控えるのはどっかりここに TI 攻めに加わるセビ前上がるここはエネルギーバストあっと思わぬコアの跳ね方になってセビのコアになりましたがうわー KO までおおここ KO できますか。わあセビサブアビリティの扱いはやはり一級品得点を決め切って
A ブロック準決勝、勝利したのは 26B となりました。やはりこの選手にエステルは使わせてはいけない。恐ろしい、凄まじいパフォーマンスでしたね。恐ろしい選手だ本当に。いやー、まあ、結構罪の盤面を作られることが多かったのかなというところはありますね。そして先ほど試合前に私が申しました通り、ちょっとレッドサイド側の得意なマップではないのかなという印象ではあったので、そこをセビ選手がうまく引っかき回せた、セビ選手、宮崎優也選手のフォワード2枚で引っかき回せたのかなというところはあります。うん、これが、例えば別のマップ、先ほどのような夜市とかであったら、まあ、多分と言いますか、かなり試合展開変わってきたのかなというふうに思いますけれども、まあ仕上げるのは結構難しかったのかなというところ印象はありますね。うん、いやー、それにしてもセビ選手と宮崎優也選手というよりかは、宮崎優也選手のシュートに対してのお膳立て、セットアップがセビ選手本当に素晴らしかったですね。そうですね、宮崎優也選手、先ほどもちょっと私途中で切ってしまいましたけれども、ウィップラッシュを展開して、もう宮崎優也選手側の方はコア出せないよというふうに塞いだところを確認して、セビ選手はピアシングショット逆サイドの方に展開しているというところで、うん、もうこれはもうね、さすがの TI 選手といえども、ちょっともう出すことはできないと、はい、いうところでしたね。ちょっとマップ的にもね、このアイミーボールキーパーっていうのが女村では結構難しいストライカーにはなりますので、うん、そこもしっかりと弱いところをつけていたのかなというところですね。なるほど。コアの押し付けというよりかは、セビ選手、あとスキルの使わせ方、そして自分の温存の仕方が本当にうまかったですね。うん、ティアイン選手に対してグリッチポップ、サイバースワイプを吐かせるドリブルの吐き方、それから、ケズマソ選手に対してもスキルを使わなければコアを奪えないようなコアの持ち方ですよね。うん、非常に素晴らしかったです。そこにさらに最初のセットでですね、ツインドライブが入ったというのも大きいですよね。温存できるスキルが1個増えたプラス、ツインドライブは、仕様が少し変わって 5% のクールダウンマイナスになったので、はい、サブのスキルの回転も上がってるというところもあって、全然セビ選手のところを突破できない、コアコントロールの優位を握れないというところで、ブルーサイド側がじわじわと優位を握れたのかなというふうに思いますね。うん、まあ、ドラフトの先頭でしたもんね。